Sammy, welcome back to my channel. We're back in Jigaria Lost in the Cage of Zaya event, and I watched chapter 3. Oh god! Hello. ここがジェイルってやつの中だと言われても、何も変わったようには感じねえな。この辺りはまだ歪みが少ないんだ。元の世界とそう変わらない。ジェイルってどのくらい広いんだ？場所によって違う。でもここのジェイルはよくわからない。大陸を半分覆うことがあるかも。That's huge!大陸半分って、でかっ。ちょっと大きすぎない？マナってやつの影響かもな。確かこの世界はマナに満ちていて、マナを使っていろんなことができるんだろう。ええ、マナはあらゆる場所に存在する力の源です。わかりやすいところだと魔法を使うときにもマナを使ってますね。おそらくこの世界はマナがある影響で、我が輩たちの世界よりも現実と認知の境界が曖昧になってるんだ。それならエマなしでジェイルに入りちまうことや、我が輩たちが怪盗姿のままなことにも説明がつく。ソフィーがジェイルの広さを感じ取れないのも認知と現実が曖昧だからってこと？なんかそれ危なくない？ああ、いつどこにシャドウが飛び出してきたって不思議じゃないってことだ。元の世界よりタッチが悪いぜ。だが心の怪盗団がやることはいつもと変わらないはずだ。そうだろう。シェリーヨーヨー。シェリーヨーヨー。奪われた願いを取り戻す。Doesn't matter where or when, I guess。人々から奪った願いを自分の王城に溜め込んでいるはずだ。まずはそれを見つけなくちゃな。ならば目的地はエミュールがいる王城だな。よし、行こうみんな。って、おい、なんだあれ。Oh, did they put a new CG for it? I want to see. Just looks like Emu. Oh, I knew it. キングの居城ならそれだけ歪みも強い。中も外も別物になっているはずだ。おいおい、マジか。That sweet guitar riff in the background。どでかいエミュールの彫像。あれもキングの歪んだ欲望、認知が具現化したものだろう。He sure does。エミュールってやつはよほど自己顕示欲が強いみたいだな。ねえ、あれ、彫像と同じ人じゃない？ああ、今なんつった？いえ、それが我々も必死に追い詰めたのですが、途中で予期せぬ邪魔が入りまして。予期せぬ邪魔？そんな言い訳がこの皇帝エミール様に通用すると本気で思ってんのか、このクズ！ジーズス。申し訳ありません。この才能のかけらもない役立たずが、才能に満ち溢れた俺様の貴重な時間を無駄にしやがって。いいか、あいつを捕まえて今すぐ城の牢にぶち込め。 I want my guy caught。 分かったらさっさと行け、この野良な。エミュール様を仰せのままに。部下が従順だと気持ちいいぜ。これもこの喋る板のおかげだな。Talking slab? What the hell? あとはあの目障りな弟をどうにかして始末するだけ。あいつの悔しがる顔を存分に眺めてから、公衆の面前で死刑にしてやる。Wow, Emil's got some crazy face going on. なんだよ今の。
どうやらあれはマナで生み出した巨像だったようですね。本人はどこか別の場所にいるのでしょう。そんなこともできるのか、すごいなマナ。ねえ、さっきエミュールの巨像が手に持ってたの、スマホだよね。なんでこの世界にスマホがあるんだよ。 That's what they call smartphones? It sounds really cute. あのエミュールがここのキングなのは間違いなさそうだ。すっごく嫌な感じだったね。みんなの言ってた意味が分かった。部下を一方的に責め立てて罵声を浴びせる。Boss from hell. 絵に描いたような悪徳上司だな。I mean, yeah, man. 悪徳か。それでも、エミュールは俺の兄だ。できることなら、弟として何とかしたいと思っている。なら、やっぱ改心させるしかねえな。改心？シャドウは本人と表裏一体。シャドウを説得して改心させられれば、本人も自らの過ちを認めるって寸法だ。相手があのエミュールでは、何を言っても改心すると思いませんが。やってみよう。できることなら、俺はエミュールも助けたい。弟として兄が道を誤るのを見過ごせないからね。殿下。で、俺たちはこれからどうすんだ？このまま正面から突っ込むのか？正門は警備が厳重だ。城の中に入るなら、どこか別の侵入口を探した方が良さそうだぜ。それなら、you got a finger like Phantom Thieves doing the sneak in。そっち側の方が比較的警備も手薄だ。Did your thing with Lapis teach you nothing? Okay. Come on now. それじゃ、早速行こう。なあ、教えてくれ。お前はどうしてエミュールを助けたいと思うんだ？他の仲間はエミュールを好ましく思っていないようだった。それでもお前は助けたいという。なぜだ？なぜか。それはエミュールが王族の誰よりも苦しみを知っている人だからかな。俺もエミュールもよく他の兄たちと比べられていた。優秀な兄弟に引け目を感じることも少なくなかったよ。きっとそれは俺なんかよりエミュールの方が強く感じてたと思う。見た目以上に繊細な人だからね。多分今も自分が感じた苦しみをどうすればいいのかわからないまま抱え続けているんじゃないかと思う。昔はエミュールも他の兄たちのように自信にあふれて頼りがいのある人。Get good, go home. 少なくとも俺にはそう見えた。きっと俺はまたエミュールにかつてのような兄らしい姿を見せてほしいんだ。それがエミュールを助けたい理由。なるほど、お前はエミュールを信じているんだな。Yeah, I guess you could say that. That's a nice way to put it. 少しだけお前のこと、兄弟のことが分かった気がする。教えてくれてありがとう。You're welcome. おい、何してんだお前ら。置いてっちまうぞ。どうやら待たせちゃってたみたいだね。俺たちも行こう。Is Sophie a robot? What is going on?Kind of like ages, eight ages from number three. Is that her name? 誰もいないみたいだね。これなら見つからずに中へ入れそう。That's a trap, isn't it? 待ってください。この門、普通の門じゃありません。マナによって強固に閉ざされているみたいです。簡単には通れませんよ。ここはジェイルだ。きっとどこかに。これを動かしてるコアがあるはず。それを奪えばいい。コアとは
一体なんだ？コアはキングの力の象徴、ジェールの仕掛けを動かす動力源になってるの。なるほど。つまり先に進みたければコアを何とかしなきゃいけねえと。で、そのコアはどこにあるんだ？探すしかない。じゃあとりあえずそのコアってのを見つけ出して頂戴するとしますか。あ、油断せずに行こう。 These are very long episodes. 10 minutes already. Oh god, there's more. Oh, hey Emil, what's going on, buddy? おい、あいつはまだ捕まえられないのか？近くで目撃したって話はどうなった？Why do you have such a vendetta against me, man? 申し訳ありません。現在、城周辺を全力で捜索しておりますので、もう少々お待ちいただきた。うわこれだから才能のないクズは嫌なんだ。この程度のこともできない役立たずは、処分されても文句ないよな。お許しを。許しをこう暇があったらとっとと探せ。あの目障りな弟を必ず俺様の前まで引きずり出すんだ。はっ。鬱陶しいクソ娘、俺は絶対にお前を許さんぞ。 Wait, what? How did I humiliate you? I don't remember.見てください。門が開いていますよ。Do we find it? 三つ目のコアを取ったおかげだね。ただ城の中に入るってだけで、すげえ遠回りさせられた気分だぜ。もうああいう障害はねえんだよな。多分。しかし、コアっていうからもっとこう、宝石とか、オールドマテリアルとか、そういうのを想像してたんだがな。What is that, a person? 子供の冒険と子供用の弦楽器、それに王子の冒険。 Oh, it's like all of his like most treasured belongings or something. よくわからないものばかりでしたね。コアはキングをキングたらしめている力の源、つまりエミュールが自分をキングだと認知する根拠になっているものだ。我が輩たちにはよくわからないものでも、エミュール当人には意味のあるものだったんだろうな。思い出したよ。あの3つ、どれも昔俺がエミュールから教わったことのあるものなんだ。エミュールは絵が得意だったし、楽器も何でも弾きこなせた。自分で戯曲を作ったことだってあった。だからそんなエミュールがいろいろと構って教えてくれるのを俺はとても嬉しく思っていた覚えがある。へえ、知らなかったな。剣の稽古をしてんのはよく見るけど、他のはあんま見たことねえし。今となっては楽器は部屋でたまに練習する程度だし、自分で絵を描くこともほとんどないからね。私はそれ以上にあのエミュールが殿下に何かを教えていたということが信じられん。He wasn't always like this, I guess. どうせ教えるなんて言いながら、幼かったこいつを出しに承認欲求を満たしてたんだろうよ。どうかな。でも俺にとってはいい兄さんだったよ。他の兄さんや姉さんは立派で、もちろん尊敬していたけど、やっぱり少し近寄りがたいところがあったから。But I guess so. Look at them now. エミュールがどう思っていたのかはわからないけどね。ま、昔のエミュールがどんなやつだったにせよ、今のエミュールがやってることに変わりはねえ。今のあいつは願いだったか。それを奪うことで自分の歪んだ欲望を他人に押し付けてんだろ。放っておくわけにはいかねえよな。だね。どんな理由や過去があっても、
人の願いを奪っていいってことにはならないよ。エミュールの目を覚まさせてやろう。ああ、みんなの言う通りだ。俺たちが必ずエミュールを止める。王城の中へ向かおう。That was short. That lasted for like 5 minutes. First one of this video that lasted like 10 minutes. この奥が王の間。キングに奪われた願いがあるんだね。なんだ、王の間の奥に何かが。No? 中にあるあのモヤは何だ。あのモヤがキングに奪われた人々の願いだ。あれが願い？でも俺たちが見たやつは宝石みたいな形してたぜ。あのモヤが本来の願いの姿なんだ。願いにはもともと形なんてないからな。奪われるものがそれを大事なものだと意識したから宝石の形を成した。そんなところでしょうか。だが、だとしたら一度宝石の形になった願いがモヤに戻っているのはなぜだ。 Obviously you smoke it, Randall. 盗む方法はある。 You smoke it.願いがモヤに戻ったのは今願いを持っているのがエミュールだからだ。持ち主が奪われると思っていないから願いはモヤ状になってる。だから私たちはキングに願いが奪われることを強く意識させてあのモヤモヤを実体化させるの。願いが奪われることを強く。どうやってそんなことを。Steal the castle. Ah, that's interesting. Emiru, ni, o mai ga hitobito kara ubatta negai o chōdai suru tte yōkoku shite yaru no sa. Daga, it's pretty risky, don't you think? Sono mai ni mou hitotsu, koe nakya naranai shōgai ga aru. Shōgai? Mata dokka kara koa o totte konakya ikene tte koto ka? Iya, konkai wa koa janai.あの鳥かごの鍵を開けるためにエミュールの心の声を聞く必要がある。鳥かご？それにエミュールの心の声を聞くって一体どうやって。鳥かごはキングが願いを溜め込んでいる場所のことだ。中に入るには扉を開く鍵が必要なんだが。どうしよう、やっぱここは頑丈そうなランザーブさんかリュカさんに頼む。まあ今はスカルいないからな。なんだかよくわかんねえけど何をすればいいんだ。鳥かごの中に入ろうとすると扉が出る。それに触れるとキングが隠してる記憶、心の声が聞こえるんだ。ただなんだそれだけかよ。そんくらい任せとけって。あ、まだ話は終わってな。ちいってなんだ今の。Jesus. 今のはこの扉だ。触れると感電したみたいになる。触れる前に言えよ。言う前にリュカが触ったんだ。説明を最後まで聞け。鳥かごの鍵を開けるには秘密の部屋トラウマルームに入る必要がある。だがそれがどこにあるかわからない。扉に触れて聞こえてくる声がトラウマルームの場所を知る手がかりになるの。でもさっきのじゃ短すぎて何も聞こえん。もう少し頑張ってもらわないとな。マジか、今の地味に痛いやつまたやんなきゃいけねえのかよ。グラクルーカー頼んだ。Don't die. お前ならできる。いや、ここはランザーブの出番だ。任せたぜランザーブ。おま
そこでバトンタッチするか。一度は触れたんだ。そのままお前が責任持ってやるべきだろう。いやいや、パンサーもランザーブか俺って言ってただろ。俺はもうやったわけだし、今度はお前の番だぜ。いやいやいや、いや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 、Stuck it together. あ、それ以上行くと。やめろ。やめるんだ、エミュール。今のは殿下の声。大勢の仲間に慕われて、俺のドラゴンを奪い去り、その上それだけでは飽き足らず。やっと見つけた新しいドラゴンまで横取りするのか。どこまで俺をコケにする気なんだ。 Oh my god. This is wow, dude. 新しいドラゴン横取り。まだ聞こえるぞ。 Oof to the 50 power, dude. さっきの惨めな姿、いつも選ぶってるくせに一人じゃ何もできないクズ王子、いい気味だぜ。Damn, so everybody's talking smack. 他の兄弟は優秀なのに、第六位王子は才能のかけらもない出来損ない、ほんと哀れなやつだよな。くそ、俺だって。だが結局二人して感電することになっちまうとは。ドンマイ、おかげでしっかり声が聞けたぞ。今のがエミュールの記憶。王子の声も聞こえてたみたいだけど。覚えているよ。あれはドルニド山脈で俺とエミュールが戦った時の会話だ。最後のはエミュールに仕えている帝国兵たちの会話でしょうか。かなり悪意のある口ぶりでしたが。ま、あいつのしてきたことを考えたら、あのくらい言われても仕方ないかもしれないが。But has he done anything though? あるじに問題があるのは確かだろうが、あの言い様、あまり聞いていて気持ちのいいものじゃないな。王子に負けて、自分の進化からは陰湿な陰口。あれがエミュールのトラウマか。で、扉の鍵を開ける秘密の部屋、確かトラウマルームだっけ。そこにはどうやって行くんだ。今の会話が行われていた場所、そこにトラウマルームはあるはずだ。ってことは、ここからドルニト山脈に向かわないといけねってことか。少々面倒だが仕方あるまい。我々も戦闘続きで疲弊している。仕切り直す意味でもちょうど良かったと考えよう。 Alright, he's heading to the mountains. 鳥籠の鍵を開けるためにドルニトス山脈へ向かおう。 Fun. Real fun. Wait. Hold on a second. Wow, they made it. Sounds quick. もうそろそろ山頂に着いちまうぜ。そのトラウマルームとかいうの、本当にこの辺にあんのか。すぐ先から鳥かごと同じ匂いがする。トラウマルームがあるのは間違いない。 Wow. なんだ、突然周囲の雰囲気が。これもしかしてトラウマルームに入ったってこと。どうやらそうらしいな。この世界はジェイルと現実との境界がないから、その場に来ただけで入れちまったんだ。おい、前に誰かいるぞ。Do we have to fight him? 契約していたドラゴンには逃げられ、oh. 自分より不出来だと思っていた弟に惨敗。全然いいとこねえな、あいつ。Woof! なんであんなのに使えちまったかな。
あれならまだリベリアスプリンスの方がマシだったわ。ほんと使えねえやつ。違う、俺は王族、剣王と呼ばれた父上の息子だぞ。俺は優秀なんだ、才能があるんだ。これはエミュールの声。本人は王族って肩書きで威張り散らしてるだけで、今まで努力なんてしたこともねえんだろうよ。どうしてあんなのが生まれちまったのか。アルベリア王家の恥さらしだな。やめろ、貴様らに、貴様らなんかに俺の何がわかる。 Emile's voice actor is a fantastic actor. 俺だって必死に努力しようと、でも才能のある兄さんたちにはどうやっても勝てない。だから、 Are we gonna get Gala Emile one day? 弟ならずっと俺の下にいてくれる、そのはずだったのに。You know, when we reform him and he becomes a good guy, and then we get Gala Emile. よく平気な感じられるもんだよな。誰からも信用されてないって分かってないのかね。哀れなやつだ。才能も信用もないから、もはや王城にすら居場所がない。本人は気づいてないかもしれんがな。俺には居場所がない。俺に才能がないから誰も信用しない。 He's one broken kid. どうしようも。まあこのまま大きな顔させとこうや。どうせあいつは一人じゃ何もできない役立たずだ。王族って権威、甘い汁を吸うためにせいぜいうまく利用させてもらおうぜ。才能のない役立たずを役に立ててやるって言うんだ。誰も文句ないだろ。Holy nuts.こいつらふざけたことを。 Yeah, come on now. なんかいつものやつと違くない？万人がこちらの世界の認知に合わせて姿を変えたのか。才能のない落ちこぼれなんて誰も認めないし、誰も期待しない。役立たずに居場所なんてねえんだよ。来るぞ。So we have to fight that thing. I will do that some other time. Summon again! Why not? Anything? Nope. Balls. Well, that is all the time I have for this episode. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. I'll see you in the next one. Bye bye!